エンデ家の不正を告発すべくハイサンドに向かったウォルホート家は、ソルスレイ配下ブッカーの襲撃を退けて首都へと入った。しかし交渉に当たった七聖人の一人カンセルは、確たる証拠がないことを理由に訴えを退ける。潮の剣、守備よく進んでいるようですね。ああ、気候の読み通りだった。本当にウォルホート家が話を持ち込んでくるとは。彼らは優秀だ。そして常に正しくあろうとする。かようなものは御しやすい。何を企んでいる？企むとは人聞きの悪い。私は美しきハイサンドを愛しているだけです。イドウ殿が気候に目をかけているのはわかる。だがあまり調子に乗らぬ方がいい。あのお方はどうも好きになれん。ほう、どのようなところが？いや、何でもない。重大な不正が暴かれるのであれば、私に依存はない。ともかく、ウォルホートの動きを楽しみに待つとしましょう。か、相変わらず陰気だな。ソルスレイ殿、そちらはご機嫌なご様子で。今頃ウォルホートの者どもが死を運んでおると思うとだ。煙鉄大戦で名を馳せたメーカーが私の関心を買おうと必死になっておる。武家は裏の事情を知りません。うまくやれるかどうか。失敗した時は罪をなすりつけて討伐すればよい。金の代わりに手柄が手に入る。楽観は禁物ですぞ。エグスアムやカンセルが疑っていることをお忘れなく。人ごとのように言うな。裏の仕事をしているのは貴様も同じだろう。そう、我らは同じ穴のムジナだからこそ忠告に来たのです。最近のあなたは少しやりすぎですよ。隙を見せれば他の七聖人も敵に回るはず。貴様もか？いやいや、まさか。あなたが潰されたら私も終わる。分かっていればいい。さあ、くれぐれもお気をつけを。これまではうまくやってきた。これからも必ず。告発の件がソルスレイの耳に入れば、彼は確実に我々を潰しに来るでしょう。もはや一刻の猶予もない。引き下がることもできません。ではどうする？カンセル殿の言う通り、確たる証拠を挙げましょう。
言うのは簡単ですが、つても何もない状態ですよ。塩も流通に乗る商品である以上、不正な取引をすれば必ずどこかに歪みが出ます。例えば帳簿や実績の改ざんなどを誰かが行っているはず。なるほど。ソルスレイに関する証言を集めて類推すれば、確たる証拠が見えてきそうだな。地道に聞き込みをしてみよう。はい、手分けをして手がかりを探し出しましょう。
Thank you.
てもらえますか。どうだ、何かつかめたか。ソルスレイは狡猾な男、そう簡単に尻尾を出さないようです。しかし完璧に隠し通せるものなどない。証言を重ね合わせれば見えてくることがあるはず。はい、きっとそれが確実な証拠への手がかりになる。得られた。セレノア様、集めた証言からどう推理なさいますか。まずはソルスレイが何をしていたか。彼はグリンブルク王国で賄賂を配っていた。まさかグリンブルク王国の上層部とも通じていたとは、全く気づけなかった。でも王都は今エスフロストが制圧しています。証明は困難ですね。他の七聖人の協力が得られない以上、直接教皇に訴え出るしかありません。しかしそれにはソルスレイの不正を証明する確実な証拠が不可欠です。裏帳簿があるはずとクラルスが言っていた。秘密が守られているのは非合法の使用を厳密に管理しているからということか。はい、管理には正確な記録が必須。裏帳簿は確実に存在します。
確実な証拠をつかめる場所があるとすれば。エンデケ詰所だ。そう、可能性が高いのは円弧から遠いサンドバレー砦ではなく、この首都の詰所です。はい、場所も分かっています。ソルスレイがグリンブルクの上層部に渡した賄賂は塩の裏取引とどうつながるのかしら。どこかに不正な塩を管理する裏帳簿がある、それは確かだ。怪しいのはエンデケの詰め所です。でも今の状況で踏み込むのは危険すぎます。残念ながらこれではソルスレイを追い詰めることはできないでしょう。そろそろ我々の動きがソルスレイの耳に入ってもおかしくない頃だ。もう探る時間がありません。どうすれば。証拠はないが、もう一度カンセル殿に訴えてみよう。